あ、ここ70枚必要だから、ちょっと集めてこなきゃいけないんだよね。あとチコ1800、どっかで貯めなきゃな、チコも。どうしよう。あ、そうだそうだ、思い出したそうだ思い出した、あのチャレンジグライダーギャラクシーのなんかレースしようぜみたいな手紙来てたからやろう。でっでっでん、最速の称号をかけて、かっこいい。ここ難しかったからな、ただでさえ。なんかあの閉まるとこだよね。つって。どんぐらい急げばいいんだろう。またあいつらかな、色とりどりの。あれいない。来たぜ来たぜ、ガチンコ勝負だ。チームのヘッドの名にかけて、レースレース、負ける気しねえ。レース。この間の子たちと一応一緒なのかな。勝負勝負、マジで行くぜ、オラオラ。オラついてんね。え、1対 1? あ、マジっすか。1対1、あれあれ。いいん、そんな1対1で。やべ、2位だ。早すぎる。いや、あれ取ってる場合じゃ、まあ、取れたら取りたいけど。やべ、急げ。一応こう回っていくか。ほ、これでなんかスピード上がるんじゃねえかっていう。よし。で、いいね、いいコース取り。いや、いい。頑張ってくれ、グライバード。なんか、あんな大砲あったっけ?まずい。急げ。やべ、もう食らうわけには、普通に食らっちゃったー。あんま急ぎすぎてもなー。こいつ、早えな、チームのヘッド。あれ、前回って黒いたっけなー。この、鳥。この、なんて名前なんだろう。レースバードって勝手に名付けとこう。これまっすぐ行ってみるか、今度は。これで、なるべくまっすぐ行くことで、あ、いいぞ、いい感じ。あ、いや、でも、あれ、1位か?あ、1位か、今なんか前に鳥いたような気がするけど、あれは、違う鳥か。違う鳥ってなんだ?いい、この1位をキープしとけば。いいね、ここ超気持ちいい、このヒューンって降りてくとこ。ナイス。で、ちょっとここら辺からダメージ食らわないように、それだけ気をつけよう。やべ、怖い。で、こっち側、いいぞ。まあ、あれに間に合わんちゅうことは多分ないだろう。ナイス。速さ的にも完璧。いいぞ。勝てる。いけ!ナーイス !58 秒早い!やったぜ。くっそ、ありえねえ。負けてからにはチームのヘッド引退だぜ。新しいヘッドはあんたしかいねえ。いいの?人間でいいんですか?それともグライバードのこと?こいつはヘッドのソウルだ。受け取ってくれ。ありがとう。ヘッドのソウル。なんでマリオに挑もうと思ったんだろう。急に。やっぱなんかこいつ、ヘッドヘッドが欲しかったのかもしれない。もしかしたら。よっしゃ !67 枚目。てー、てけてけて。わっふー!いいね。順調。スターピースだけが唯一順調じゃない。よし、67枚目、最速の称号をかけて。いいね、ヘッドイコール最速の称号なんだな。5枚しか手に入らんかったわ。あ、そこか。あ、やりたいな、バトルアステロイドギャラクシー。今599でしょ。全然足りない。あと1000。あと1000か。まあ、とりあえずバトルアステロイドギャラクシーやるか。てつてんてん。来たー!いたずら彗星出現中。ちょ、倒せ、再び。タイムアタックじゃないんか、つまり。何が変わってんだろうね。あ、ここ。あった。うわ、ライフ1。ちょっとライフ分けてくんない？ライフをちょっと、ルイージの分のライフを。いやー、ちょっと今回マリオで行こう。おいえ、なるほどなー。そういうパターンもあんのか。ライフ1。そういうパターンね。はい。やば。ここでライフ0になる可能性すらあるってことじゃん。やばいな。って
ってことはコイン絶対必要ないから、もうひたすらに僕はスターピースを集めるぞ。うわ、緊張感ある。ここら辺変わんないよね。あ、また来たのか。あんた面白いな。今度もさっさとあいつら倒してくれよ。なんであいつらは復活するんだろうな。うわ、ライフ1か。いや、1アップはありますけども。1アップあるとはいえって感じよ。言うてよ。まあ一応取りますけど、取れませんけども。え、めっちゃ取れない。この辺から。え、取れ上、ちょっと上かっさらっちゃう。でも普通のジャンプだと向こうまで行けないと思うんだよ。まあいいか、行くか。ユッフィー、え、これなんだっけなんだっけなんだっけ、やっぱ覚えてね。落ち着き落ち着け。あ、そうださ、てっててってれてーだ。よし、いけ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 。野球に野球に。よし。はい。倒したか？ナイス。あ、ここスターピース集まりやすい。もうずっとここで1000枚まで集めたい。あとで集めようかな。で、あ、で、カニか。もうカニも倒せんじゃね？ダメ？カニは焼けない？あ、でも焼けてそう、ちょっと。よし。いいぞ、いいぞ、いいぞ。あれ、倒したか？カニ。カニ。あれ、カニは？あ、いたいたいた。やべ、カニ倒しずれ。青いカニ。なんちゅう動きをしてやがる。くそ！あの、ハサミがでかくない方から行くんだよね。くそ！よっしゃ！ナイスー！お、ありがてえ。わっふー。んーでよ。あ、あ、セーブだ。セーブありか。親切。なるほど、セーブなしで頭から行けっちゅう話かなと思ったけど。セーブありか。めっちゃありがたいな。水中なんかテレサいたっけ？ノコノコでビート板してライト当てるやつ。あれだよね、確か。あぶね。はい、ナイスー。はい、よいしょー。はい、ナイスナイス。この曲かっこよくて好き。ラスボス感。でんでんでーん。あー、ここここここ。これ怖えー。落ち着いてけ。やべ、これ待って、呼吸も意識ね。呼吸も。やべやべやべ。え、当たってるシュライト。ナイスナイス。ナイス。これさ、テレサの方に向かっていかなきゃいけないから余計にちょっと怖いんだよな。ナイス！よし！怖っ！よし。順調。あれ、そろそろじゃないかな、ゴール。んで、こっちからワープと。んで、あ、さらにセーブ。マジ？隊長。隊長たるもの、敵に囲まれたって楽勝です。でも今はお留守番中なんですよね。変わらず。代わりにぜひじゃなくてね。あー、ここか。ここスイーってなるとこだ。よいしょ。で、あと、あ、いる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 。よし。いや、なんて悲しい。あ、よかった。もうこっからやらせてくれるのすげえ親切。ナイス。え、なんで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 ？このスピン当てるのむずくない？しかもあそこ2体いるからちょっとむずいんだよな。スピンを当てて。よし！いいぞ。ナイス。で、次なんだ？ここ来まして。あー！うわ、ここ苦手だった気がする。はい、よいしょ。で、スピンか。よしよし、オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、落ち着いてやれや、そんな。近くでヒップドロップしてあげて、あ、してあげてはおかしいけど。してあげて、で、スピンと。はい、完璧。よし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 。で、土管の中に行って何するんだっけな。ペンペンペン！あー、これか！てってって、はい。ちょっと待って、落ち着こう。てんてんてん、はい。で、踏む。オッケー。てんてんてん。よし！ペンペンペン。よっしゃー！早めに終わらすのが吉。ナイス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 。いや、あれ緊張感あるわー。
よし、行こう。中間、中間。いや、怖っ。降りるのが怖い。よし、逃げろ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 。よし、早めに、早めに。もう、早めに。ビューン。はい、ナイス。で、スターピース集めつつ、これが一番スターピース集まるな。で、最後一匹か。くれ！はい、ナイス。あ、よっしゃ、クリア。はい、ナイス。すげえ、ここ一回で81枚も集まる。てーてーん、てん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 。よっしゃ、なるほどね。水星スターは、水星スターとか、いたずら水星か。は、ライフ1もあるんだね。倒せ倒せ倒せ、再び。ノースターを手に入れた。まさに再び。よっしゃ、あと、え、待って、なになになに、どうしたん？へっ、ってなってる。へっ。だいぶ苦労して、え、そうっすか？ここらでちょっと休んでみたら、東大船長。え、そう？だいぶ苦労はしてないぞ、そんなに。ライフちょっと減ったけど、だいぶ。なるほどね。そういうことも言われんだなぁ。あ、ここの彗星やりたい。ここの彗星、チカチカ、あ、そう、チカチカブロックの彗星。やろう。ここも、あ、これ、て、て、て、バシッのとこだよね。てん！タイムアタックじゃないの？え、クイックモード。ピッピッピのシルバースター。クイックモード。マリオ早いん？それともこのタイミング早いんかな？うわ、早っ！ピッ、ピッ、早っ！え、なんか前兆もないじゃん。そのピッピッピが意味ないレベルじゃん、もう。あ、マリオ自身は速くないんだ。うわ、これいいなぁ。はい、はい、はいよ、はいよ。よし、もう音ゲーは得意だから。はいよ、はいよ。よしよしよし。うわ、この先むずそう。いや、このクイックモードいいなぁ。うわ、クイックモード。あれ、ヨッシーいたっけ？いたか、ここ。え、ヨッシーすげえ親切じゃない？こんなもん。踏ん張りジャンプ使えば、もうね、お手のもんじゃん。いやー、あぶねー。焦る。あいよ、あいよ、あい。よし、ナイス。はい、ナイスね。しかも中間もある。親切か？はいよ、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 1アップ。はい、あいよ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 、あい、ナイス！よし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 。あ、じゃあそこでシルバースターか。いいね、いいね、いいね。はいよ、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 ナイス！あ、しかも中間。うわ、なんかもっとこれずっと続いてほしい。はいよ、はいよ。やべ！あぶねえ！一瞬混乱した。はい。で、シルバー取ってこう。うわ、ここむずい！はい。はい。はい。まあ、地道に地道に。はい。はい。はい、ナイス。で、取って、あ、これ方向視点変えた方がいいな。ちょこちょこ。はい。はい。次どこ取る？あ、やばい！あぶねえ！落ち着いてけ。もう、横着しない。はい、ナイス。よし、横着せず、横着せず。よし。で、こっち行くか。よし。あそこだ。よし。これ止まるか？もう止まるか？次の瞬間とかやめてね。次の瞬間、パッて変わって、あ、みたいな。ありそう。あ、変わんなかった。よかった。よかった。その瞬間が一番焦るわ。いや、これ面白いな。クイックモード。もっとやりたい。ヤッヒークイックモードピッピーのシルバースター。もう69枚か。もうあと1枚で次進めるってことだよね。ペレーレ、ペレ、ペレ、ペレ。1枚、あと1枚さ。あの腹ペコチコのとこやりてえよ。あの1800枚必要な。ちょっと集めるか。1800枚集めてきます。今ちょっとマリオギャラクシー2、スターピース集める方法。で、調べてんだけど。すげえもう、典型的な調べ方してるんだけど。スイーツミステリーギャラクシー。最初の中間地点の左には星型のスターピースがあり、全部取ると20個手に入ります。へえ。最初の中間もな、この辺もすでに。あ、あそこにもあるわ。あ、いっぱいある、いっぱいある。
中間地点の左側には星型のスターピースを全部取ると20枚手に入る。そっから右側にも、あ、待って、こっからさ、もうすげえ手に入るんじゃないこっから。うわ、気持ちいい。ってことか。お、すげえ、もう70枚手に入ってる。ちなみにこの先に1アップがあるらしい。残機気にせずに行けますよっていうことか。はい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 。で、これで落ちて、ってやれば無限にスターピースが手に入るのか。なるほどね。あ、1000枚いかね。あ、そうなんだ。1000枚いかないんか。でもすごい短時間でこんなに。僕そんなやってないよ。全然、全然ではないけど。そこそこやったけど、5分ぐらいしかやってないんじゃないかな。多分。うおー、やったー。ちょっと、え、なに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 、死にすぎじゃないって。あー、いやいやいや、あ、いや全然その違う、あの、いいかい、あんたがパワースターを集めてくれているのは私は本当に感謝しているんだ。これだけは覚えておきな。いや、あの、いや違う、今ごめん、なんか変ないらぬ勘違いよ。今パワースターじゃなくて、僕あのスターピースをね集めてたんです実は。テレペペンペペンペレペンペレペンペペ、あら、かわいい、腹ペコチコを呼んだんだね。たーんと食わせてやんな。ほら、たーんと食べ。キラリンキラリン、ねえねえ、そこの人スターピース持ってない？持ってる持ってる、持ってるどころの騒ぎじゃない。1800個、もうマリオ今重いからね。1800個持ってて、いくぞ。うわ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 、すげえすげえやば、きたきたきた、お腹いっぱい、きたきたきた、お腹いっぱいやばい、イメージが崩れる。じゃあ張り切っていってみよう。へん、ん、しー、あの、たくさん食べて、きた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 、そういう、そうはならないきっと。まあそう繋がるわな。あ、そこにステージが出んのか。で、クリアしたら右に繋がるってことだよね、きっと。なんかお化けっぽいステージだったな。なんだろう、フラッシュブラックギャラクシー。なんだ、フラッシュブラック、絶対むずいじゃん。フラッシュブラック、光る黒、ん、闇に浮かぶ迷路。ヨッシーのあれかな、ライトのやつかな、さっきやったやつ。え？暗っ。うわうわ、え？あ、すごい、本当に、たまにその写真撮りますよ、みたいな。むっず。てってって、パンの、そのリズムね。パンパンパン、ドゥッ。はい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 。次も写真、絶対写真撮ってんじゃん、どっかから。完全にフラッシュ焚いてる。はい。あれ？あれは？あ、来た来た来た、よし。たまに来なくなると不安になる。ドゥン。で、上に登っていくんだね、しかも。よし。もうあんまりビビらず行こう。やっべ、危ね危ね。1アップもあるけど。はい、ポン。で、これボンってなった瞬間に、だいぶ先の方まで見とこう。一応。てんてんてん、ボン。はいはい、なるほどね。で、ここで一回経由して、まあこれ壁の向こうのスターピースも取れるのいいよね。よし。で、あ、水星メダルだ。ナイスナイス。え、何、何の熱さ？あ、ちゃ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 。まずい。よし、いなくなっちゃった。あ、でも、しかもコインもある。はっ！よっしゃ！うわ、むずそう！そんなむずそう！イエー！別にこれ暗い時にも乗れるんだよね。うん。あ、しかも、なるほど、シルバースター系か。ポンポン。要はさ、これコインあるとこは大丈夫。これさ、あれじゃない？マリオ RPG のさ、あれに似てない？もう分かる人だけ分かる話になっちゃうんだけど、マリオ RPG のクッパ城のさ、足場が、あの、たまに出るやつ。ちょ、ジャンプしたら足場が出るみたいなやつ。あれに似てるな、ちょっと。感覚的に。うわぁ、変なの来んな。
おいおい、やめろってやめろって。よし、まあいいや、1アップとかはなるべく放置じゃなくて、別に無理に取りに行かなくてもよくって。で、光った瞬間にここにもいるな、あいつが。はい、ナイス。で、コインがあるとかは大丈夫。しかもこの、いや、それは怖いって。あいつら運ばれてってく。って踏んで、まあ、あそこ取りに行かなきゃいけないもんね。あぶねえちょっと待って、ここ取るの大変だ。ナイスナイスナイス。で、これ踏んでしまいたいな。よし、ナイス。ちょっとカメラを巧みに。なるほど。で、これラス1か。よっしゃ、どうだ、ゴールまでが遠足パターン。あ、ここか。あ、違うわ。はい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 。いや、でも本当にゴールまでが。パッパッパッドゥン。よっしゃ、いや、ここ楽しかった。いいね。これ見てる人には伝わりづらい面。あれ、今何やってるんだろうみたいな。まあ、なんとなく、察して。よっしゃ、70枚。でもさ、今んとこ右に伸びそうだったよね。ステージ。これクリアして、あ、2個あんだ。今回は。へぇー。あ、次なんか水中ステージっぽいね。パッと見。なんかここ王冠の形になりそう。なんだ？地の底の洞窟、ギャラクシー。絶対僕こっちの方が苦手だわ。むずそう。甲羅で地底湖ダイビング。ビート板走行か。むずそう。通って通ってみたいな。うーわ、絶対むずい。なんか、あ、ルイジ行くか、ルイジ行くか。なんか、この上のハテナとかルイジじゃなきゃ届きませんみたいな高さしてるし。曲初めて聞くな、これ。パラスパッパラッパッ。なんか、ポッパッパ、ポッパッパみたいな曲。うわー、高いとこまで届く。もしかしたらマリオでも届いたかもしれない。でもここから泳ぐんでしょ、きっと。うわ、あ、楽しそう。すげえ。なんか、もっとさーって滑るわけじゃなくて。結構ゆっくりなのね。のこのこある、のこのこある、のこのこある。のこのこあるというか、のこのこの甲羅がある。まあ、とりあえず進むか。あ、スピンで甲羅取りな。はい、わかった。じゃ、この、流れでこう、スッて。あ、いいね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 。まっすぐ進むついでに取るみたいな。なるほど。これ別に、あ、いやいや、やべやべ、ちょっと、やべ、興味本位で。興味本位であれ、あれやっちゃった、話しちゃった。なんか興味本位で振っちゃった。やばい、逆向きだ。やばい。こっちよ、こっちよ。そう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 。あー、やばいやばいやばい。ナイスナイスナイス。息が持たんわ、これ。ルイージごめん。ルイージ、頑張れ。あ、なんかある。なんかあるけど、それどころの騒ぎじゃない。ルイージの息が持ちません。なぜならコインがないから。なるほど、これ一気に行けっていうステージか。んで、途中の甲羅は、あれが予備か。え、これ行けんじゃね？もしかしたら。ルイージごめんよ。ルイージ、どんぐらい食らうそれ。なくなったら、一発じゃないよね。ルイージ、あ、よかったよかった。え、いいのか？え、やばい。あ、やばい、話しちゃった。やばい、あ、ルイージ、あ、ごめん、ルイージ。この先どうすりゃいいんだ、ウツボに対して。途中一切呼吸できないってのがえげつないね。これ、スッて。いや、もうここからもう甲羅離さず行くぞ。振らないぞ、僕は。振らないという意志。で、最後ウツボんとこ行ってどうすんだろう。あと、こいつら意外とどいてくれんね。光当てると。光当てると倒せんのか。ってことだな、きっと。シャーン。テレ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 ーン。いや、でもなんか、ね、快適ね。これ、ウツボにも光当てたらなんかあるんかな。やべ、この辺から苦しくなってくる。ルイージが。ルイージが苦しくなってくる。大丈夫か？
しかもこれ、1くらってさ、呼吸回復するわけじゃないっていう。うわ、こわ、下行けたんかい。なるほど。あ、呼吸がある、呼吸がある。呼吸、呼吸、呼吸。ナイス、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 ナイス。で、上。あ、次、第2ステージ。なるほど、こうやって進んでいくのか。お、1アップもちゃんとある。あ、矢印書いてある。親切。あ、次はこちらです。はい。うわ、むずそう、次。ちょっと待って、呼吸ゾーンは？これなんかダッシュできそう。うわ、ダッシュできる。それはそれでむずい。それはそれでむずい。あ、気持ちいい、でも。この音がいい。てーん。てーん。これノーミスでいきたいな。はい、ナイス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 。ナイスダッシュ。ルイージも心なしか気持ちよさそう。待って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 。危な。よし。もう一回トゥーンしたい、トゥーン。トゥーンないか。よしよし。はい、ナイス。あ、行ったか？あ、なんていい眺め。え、何この眺め。え、ここの甲羅は何に使うの？この滝登れるとかないよな。花も咲いてる。小鳥たちもさえずってる。なんていい日だ。あ、なるほど、開け、あ、てってけてー、てってけてー。ぷっはー、苦しかった。あ、ルイージさん。いやー、パワースターを取ろうとしたら、宝箱の中に落ちちゃって大変でしたよ。いやー、すごい。ここまで来たん。すごい崖の上だけど、だいぶ。というわけで、私がゲットしたパワースターを持ってってください。ありがとう。よう取れたね。かわいいなー、キノピオ隊長、普通に。ありがとう。パワースターどうぞ。あの曲流れて欲しかった。ペッピキュピー、ペッピキュピーのやつ。よっしゃ、イヤハー。いいね、いいね、順調順調。パラペペッペレーン。71枚目。ん？あ、で、つながると。なるほどね。ん？おー。じゃあ行くか。僕の予想だと、この後ボスなんじゃないかなーって思っていますが、どうなる？え？うわっ！あっ！さあ、大詰めだよ、船長。はっ！マジ？うわぁ！あの中で。あ、絵本形式になってる。あんたの大切な人が待っている。驚いたね。あれは彗星だ。なんか吸い込もうとしてない？食ってたのはパワースターだけじゃなかったんだよ。なるほど。あ、チコ様どうした？やつはまだまだでかくなるつもりだ。あれ以上、やつ自身が星になるつもりだってか。食い尽くされる前に怪物を止めるんだ。さあ、思う存分暴れてきな。行ってくる。マジかー。うーわ、激アツじゃん。クッパの新銀河帝国。もう帝国気づいちゃった。うわ、マジ。うーわ、ドキドキじゃん。宇宙をかけた戦い、かっこいい！かっこよすぎる！うわ、ハンマーブロすぎる。じゃあもうこれラストバトルかな？マジか、いよいよだな。第3クッパ。あ、チコもいる。かっけえ。マリオさんの大切な人を救うための戦いです。はい。どうかお気をつけて。そして、絶対負けないで。はい。ありがとう。曲かっこいい。こっち、待って、気になるじゃん。待って待って、ありがとうね。ありがとうだけど、ちょっと待ってね。すげえかっこいい曲。なにそれ。やば。いや、負けたくねえ。なんならもう、ノーダメで行きたいぐらい。あ、ゴブーンをありがとう、チコ。すごい！手助けしてくれる。くそ、ハンマーブロス。
めっちゃ投げるじゃん。ナイス、くれ、よし。まあ落ち着いていけばそんなに、しかも数が減れば減るほど楽になるっていう。はい、ナイス。なんだ、あ、なんか咲いた。すごい、ハンマーブロスが咲かせないように頑張ってたんだな、これを。これスピンかな。あ、で捕まると、でこれなんかスピンして飛ぶやつだよね。え、あー、あっちか、あっちか、はい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 、届くかこれ。これなんか3回までみたいなのあったよね。まあ大丈夫か、これ燃えないようにね。あ、しかもドリルマリオじゃない、この先ドリルマリオだきっと。はい、サンキュー、よし、あ、ナイスナイス。そこ掘ってねってことかな。え、曲マジでかっこよくない。うわ、降りてきた、イエー。あ、中間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 、オッケー。で、どう行けばいいんだ、さっきのキラーのとこかな。なるほど、これ急いでこっちか。で、あ、待機して、ん、これドリルいるか、ドリル持ってけってことだと思うんだよね。でも、あ、で、ここ掘れってことか。よし、よろしく。なるほど、そういうステージか。あぶねえ、あぶねえ。で、こっちかな。はいはい、ナイス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 。んで、次、あそこか。あそこを目指して、いくぞ。このね、これ持ってるときって幅跳びできないよね。それがちょっとネックね。これなんか掘れそうだな。お、ありがてえ。あ、んで、待って待って、待って、向こうも行けるぞ。ちょっと待ってね。あそこ気になるくない？違うわ、あそこは上から行くんだ、位置的に。こっから行く場所だな。一回待って、ここちょっと急ぎ目で行くか。よし、ナイス。んで、ここでここに出るのか。なるほど。うわ、あそこ吸い込まれないように、あれやばくない。よし、ピャーって集めて、うわ、むずそうめちゃくちゃむずそう。意外と出ないな。はい、うわ、ノーミスできて。で、結構回るのね、これ。もう行っていいかな、行って良さそうだな。あ、なんかある。うわちょっと待って、危ない危ない、危ねえ。ちょっと上まで戻ります。よし、これなんだ。あー、スタピースか。なるほど、水星メダルこういうとこありそうだな。もっと上行ってみるか、一回。どうなってんだろう。あ、なるほど。そうなってんのね。じゃあちょっとなんか、端から端まで見に行きたい気持ちはあるんだけども。よし、じゃあこう降りて。あ、クモマリオだ！マジか。いいね、これさ、さっきドリルマリオ使ったじゃん。で、今度クモマリオっていう、その、過去のさ、なんちゃらマリオを次々と使っていく感じすげえいいね。あ、よし、ナイス。で、上になんかありそうだな。これ何？あ、コイン。で、降りて、うわ、気持ちいい。で、ここで止まると。あ、風で、あー、びっくりするびっくりする。ちょっと、危ない危ない危ねえ。この風、なるほど。一応そこで止まってくれるのね。はい。うわ、しまった！まずい！あっぶね、あぶねえ。あぶねあぶねあぶね。落ちて、あ、コインで回復して、めちゃくちゃ回復して、ナイス。コインは、コインないか。うわ、びっくりした。なるほど、キラーが当たるとこの雲なくなるんだ。で、よし、あ、チコがいる、チコがいるよ。大切な人を救い出して絶対帰ってきてください。おうよ、おうよ、おうよ、信じてます。うわー、激アツ。来るか、来るか。うわ、来そう。あ、まだその前に門番が。あぶねあぶね。え、このクモマリオの格好のまま行くんかな。こっちは、あ、ヨッシー、待って、ヨッシーと戦う。うわ、音楽が、パーカッションが増えて、かっこよすぎる。よし。こっちは？奥が1アップか、オッケー。じゃあもうこっちでいいね。はっ。あぶね！あ、まずい！よし、待って！よし、そっちダメよ！あ、
ちょっとストップストップストップ、よし、あわわわじゃなくて食べておしまい、ナイス、よし開くか、あ開かれし扉、うわこれでいくんか、うわあ閉じていくんじゃない、まずい、ぶつかっちゃった、一回あああ、うわーくそーくそー、うわえぐいことだった、なるほど、うわ悔しい、ノーミスで行きたかった、はいナイス、あやべやべやべ、あぶね、これさやっぱ待って、これもう閉じちゃう、え、あ待ってね、開くかな、どうしよう、閉じなかったら、あ開かなかったら、開いて、開けー、ごま、よしで、まあ、スターピースあんま狙って集めなくてもいいか、ちょっと怖いから、よっしゃ、はいナイス、あ次スネークブロックか、よし、ほんと頼りになるわ、ありがとう、あ左右に分かれた、なんだってすげえ、なんでも食うな下長えなで、合流しすると見せかけてしない、落ち着け、うわ出た、危な、これ次そっちだな、なるほど、で左右左右か、で合流、ナイス、よしで、うわわ階段になってって、そういうことか、あぶね、でもこれ、あいける、よしいけたいけた、あっぶなあぶなあぶなあぶね、なるほど、よく気づいた今、あチコたちがいる、よしナイス、チコ食べるなよ、よしマリオさんが必ずあいつを倒してくれると僕たちは信じてます、だから負けないで、負けない、僕たちこれ以上はいけません、お願いします、マリオさんが頼りなんです、あしかもさこれヨッシーがいけなくなってんじゃん、あ手振ってくれてる、バイバイヨッシー、行ってくるからな、なるほど、うーわ激アツじゃん、ちゃんとヨッシーも来てくれてさ、しかもちゃんとさここにキノコを置いてくれてるっていう優しさでももう6だから行くぞ、よし1、2、3、よし行くぞ、おお勝手に行っちゃった、いやもうラストバトルか、うぬーしつこいやつだ、忘れたならもう一度言ってやるぞ、ここに新銀河帝国を作るのだと、お前は我が輩のスーパーな計画におののいて土管の中でガタガタと震えていればよいのだ、負けたら考えるわ、あピーチわかるか、我が輩はスーパー忙しいのだ、いやもうその座ったまま言われましても、とりあえずピーチは関係ないだろ、お前との遊び時間これで終わりにしてくれるわ、いやもう負けねえ、うーわうーわ、あれさらにでかくなった、気のせいかな、よし来い、受けて、なんだ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 今のは、まあ、とりあえず避けるぞ、これ避けてりゃいいんかな、とりあえず、避けてるよ。で、隕石が降ってきて、なるほど、そういうことか。理解。で、くらえ、よし、まずは一発。いや、マジで負けたくねえ。で、この線の時は多分何もできないんだよね。超えてる。よし、降ってきた。これ避けんのがちょっとむずい。間に合うか、間に合う、ナイス、いやまだまだこんなもんじゃないっしょ、いややばいやばい、次はどう来る、それは変わらずどう来る、
同じか、これ同じか、あ、これあかん、クソ、まずい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 、逃げろ逃げろ逃げろ、あ、コイン出た、うわ取りたかった、うわまずい、これコイン取ってしまいたい、ちょっと待って、落ち着こう落ち着こう落ち着こう、あ、コイン取りたい、あいまずい、やばい、落ち着け、あぶね、あぶね、やばい、コインがどんどんなくなっていく、落ち着いていけ、よし、まず一発からノーダメで生きて、頑張れ頑張れ、はっ、ナイス、あ、まずい、あぶね、あぶね、はっ、くれ、よし、やったー、よっしゃー、どうよ、よかった、負けなかった、あ、あ、クッパが、ピーチは、やったー、いや、ピーチは、やったーだけど、ピーチ、よっしゃー、やった、死なずに、マジ？残念だな、マリオ。喜べ。これで本当に終わりだ。お前のな。マジ？ちょっと待って。なになに？うわ。ちょっと待って。いけ！くそ！くらえ！なんだ？やばいやばい。よし、もうこれ当て続けるぞ。くそ！なんだ？なんか。急にクソ避けられる、やべ近づかれるとこれダメだ、クソまずい、終わる、ナイス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 、すごい、これヨッシーアイランドみてえな、だんだんクッパが近づいてくるの怖い、くれ、クソまずい、あぶね、なんか知らんけどセーフだった、くれ、僕これ狙うの苦手かも、危ない、よし、ちょっと待って、やばいやばい、ナイスナイスナイス、よし、もうどんどん遠くに遠ざけるんだ、やばい、これ狙うのが下手すぎる、くれ、よし、よっしゃ、やったか、よし、うごー、我が輩のスーパーな力が、我が輩のスーパーな帝国が、スーパーなケーキが、あ、それ目的か、ピーチ、うわ、え、クッパ完全に、ん、おお、てんてんててれてん、マリオ64のキノコ城の曲だ、よっしゃ一発でいけた、クッパ戦、ピーチー、センキュー、今喋ったピーチ、センキュー、センキュー、これ裏もいける、裏もいける、ちょっと行ってみていい、あ、すごい、お祝いのスターピースが、よっしゃグランドスター取るか、あ、待って、この水なんかある、なんもないね、よし、取るぞ、最後のグランドスターかな、多分、おお、しかも、やったー、うわ、めっちゃいいじゃん、今の、はっ、戻ってきた、
マジでマリオかっこいい。まあ綺麗。あ、さっきの彗星だ。あ、え、これマリオギャラクシー初代の、あれだよね。しかも曲も、え、お会いできると思ってましたよ。え、マジ？うわー、ロゼッタ、マジで？なんじゃそりゃ。ママ、うわー、よかったね、チコ。うわ、私はロゼッタ、星を見るもの。あ、その彗星、クッパが吸い込もうとした彗星だったんだ。あ、この星舟をクッパが吸い込もうとしてたんだ。あなた方を待っていました。横島な魔物に星の力を奪われた時、我が子と離れ離れになってしまいましたが、あ、だからちょうどチコと会った時だ。私は再び会えると確信していました。なぜなら、うん。あ、時間と空間を超え、私たちを結びつける力。宇宙の断りでも阻むことのできない、温かい引力の存在を私たちは知っているからです。うーわー、そういう、これ、ワンと、その、マリオ・ギャラクシー初代とは、別の世界線だけど、それでも、もうその宇宙の断りすら打ち消すほどの温かい引力の存在ってものを知っているからってことだ。うわぁ、ワンとのつながりがここで出てくるんだね。大切な人に会いたいと願う気持ち、その引力が私たちを引き合わせるのです。この巡りでも、あなたに出会えたの。この巡りでも、なるほど。この巡りでも、あなたに出会えたのは、この世界線でも、星々が起こした気まぐれな現象ではないと。必然だったと。しかもロゼッタは知ってるね、それをもう。私は信じています。マリオ。だってもう名前も知ってんだもんな。我が子、ありがとう。忘れない、ちゃんと喋ってくれてる。ママに会うまでは喋れてなかった気がするけど、帽子返してね、帽子は。あ、僕がいつか星になっても、マリオのこと忘れない。うわー、すげーいい。すげーいい。絶対絶対忘れない。めっちゃいいじゃん、ちょっと。いや、あの帽子、帽子。まあまあまあ。まあな、いいじゃん。帽子ぐらい。いいよな。皆様方に良き星屑が降りますように。うわ、めっちゃいいな。あの子は大切な人に会えたのね。あんたもだろ、そうだね。マリオもよ。ルーバもありがとう。船長と呼んでよ、もう一回。さあ、あんたたちの星へ戻ろうか。船長、もう最後に言ってくれんだよな。うわ、めっちゃいい。しかもこの曲よ。うわ。最高。で、マリオの星に帰ると、あ、
ああ、これはもうスタッフロールかな。ああ、うわ、いや、すーげえ面白かった。最後の最後で急に来るものがあるね。いやー、まあちょっと振り返りになるんですけども、まあ、ワールド1からワールド6までかな、ワールド6までだったね。まあもうギャラクシーの初代やった上でやってたんですけど、まあ、結構なんか思考が違ったというか、その一つのギャラクシーにある星がまあ二つか三つぐらいで、どんどん違う星に行くってのがまた、ワンとは違う良さというかね、まあ、いろんなステージ楽しめて、それがこう、毎ステージ毎ステージ、次は何だろうっていうね、ワクワク感があって、そう、でっかでっかとかね、そう、次何だろうっていう、そのワクワク感がね、僕はすごく好きでした。んで、まあ、その一ステージの中にもさ、一応二、三個ぐらい、スターはあるけど、その、なんだろうな。まあ、水星スターとかさ、その同じ、なんていうの、同じ、そのミッションなんだけど、違う遊ばせ方をするっていう、それもね、初代と引き継いで、今もあって、すごい、それも良かったな。あと、あれだね。マリオ楽しんでんな。あと、何々マリオ。ドリルマリオとかさ、雲マリオみたいな。そういう遊び方もね、またどんどん進化してきて。まあ、こっからさ、さらにこう、3D マリオで言うと、オデッセイに繋がるわけですよ。オデッセイを知ってるからこそね、この進化の過程というか、今回は何々マリオ。じゃ、今回がマリオ・ギャラクシーは何々マリオ。マリオ・ギャラクシー2はこういうマリオってあって、その、オデッセイでさらにこう、何々マリオのもう超進化系みたいな、そういう繋がりもね、見れてきて、すごいね、いいね、そういう経過が見れるというかね、もうマリオがね大好きです、僕は。そのいやでもね、大好きじゃ言いつつ、このマリオ・ギャラクシー2をねやってなかったのはね、もう良くないわけじゃないけど、まあ、今回やれてよかったよね、本当に。マリオ大好きって言いながらギャラクシーとギャラクシー2をね今までやってなかったから、そう、体調とかもね引き続きよね、てかマリオなんでずっとその格好で。あと、そう、ギャラクシーごとのさ、まあ、グランド、ワールドか、ワールドごとにさ、曲も変わるじゃん。わ、この曲。その次のギャラクシーの、次のワールドはどんな曲なんだろうっていうね、そういう楽しみもあったよね。クッパちっちゃくなったな。でもクッパ別に死んでないってことか。なんかブラックホールに吸い込まれたけど。ここに来てこの曲っていう。いやー、すげえよかった。これ帰ってきたってことか、これで。なるほど。いやー、あ、これもしかして取れる？あ、取れる！すごい！まあ、これでおしまいっていうわけではなくて、伝説のワールドっていうのがね、あるらしいんで、それをちょっとね、楽しみにしていこうかなと思っております。ジ・エンドと、まあ、一旦は、ここでおしまいということで。Thank you so much for playing my game. こちらこそありがとうございました。楽しかった。来たぞ来たぞ来たぞ。ウィー伝言版とは。うーわー、すーげーよかったな。まあ、ちょっとつけてみるか。あ、レッツゴースペシャルワールド、レッツゴーレッツゴーゴーゴー。あ、よ、やっぱり帰ってきてね。やっぱり帰ってきたね。どうせ戻ってくると思ったんだ。なんだその言い方。もうマリオと仲良しじゃん。もっと冒険したいんだろ。あんたの顔にそう書いてあるよ。もちろん。まだまだ集めきれてないパワースターもあるんだ。もうちょっとあんたには頑張ってもらわないとね。そうだね。まだまだ全然集めてないスターもあるからね。この星船の船長はあんたなんだから、よろしく頼んだよ、船長。任せんしゃい。まあ、今回最終回ではないです。ちょっとスペシャルワールドの様子を見に行ってみようか。うわ。ワールド S。うわ。うわ、待って、うわ、マリオいる、マリオ。
こりゃあ驚いたね。ここは噂に聞く伝説のワールドじゃないか。ここにもまだまだパワースターはあるようだよ。さあ集めに行こうじゃないか船長。うーわー楽しみ。マリオ・オン・マリオ・ギャラクシー、うわーやばー。ちょっと待って、わ、1、2、3、4、5、6、7、7ステージある。うわ楽しみこれ。あ、曲でんて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 ん、マリオ初代の初代ギャラクシーの曲だこれ。うわたまらんな、マジ。ちょっとここの景色も見ようぜ最後に。うーわなんていい景色だ。はい、ということで今回、スタッフロールは見ましたけども、次回以降はねワールド S、 まあ伝説のワールドちょっとやっていこうと思います。いや楽しみー。